皆さんこんにちは、スイーツ娘こと柏原美希です。私は今大阪の淀屋橋に来ております。今日の旅は京阪電鉄に乗って伏見稲荷大社を中心に伏見の酒蔵の町の風情や東山のにぎわいや自然を楽しみに行きたいと思います。今回の美希ちゃんのゆるっとふわ鉄旅は、この淀屋橋から京阪電車に乗って外国人観光客でにぎわう伏見稲荷大社と酒蔵の町伏見へ春の京都を満喫する旅に出かけます。